2011年の4月4日なんですが、19時55分頃に、58分かな、教育テレビで、番組見てるんです。テストの 花道を見ているんですが、これ、所ジョージが、司会の渡辺佐和子さんアナウンサーのことをデタな美人というふうに言っていたのか、いや、ちょっと、美人だな、所ジョージも美人だな、ということを言うんだな、と思いましたが、外交で切りますが。